待たせいたしました。ただいまより9月期の、区長のオフィスで記者会見をさせていただきます。今日の、メインテーマといいますか、会見のテーマは分譲マンションの管理に特化した全国初の条例というようなことをこれからご説明と、そして説明の後にですね、私からコメントをこれに関して出させていただきたいと思います。非常に築年数が経過した高経年のマンションの老朽化と、またそのようなマンションにお住みの居住者の方の年齢、非常に高齢化が進んでいると。これも修繕あるいは建て替え、耐震化が進まない原因ではないかというふうに思っております。分譲マンションというのはですね、非常に多くの課題を抱えているということも明らかになってまいりました。その第一は、管理組合の方が大変お困りになっている点、管理組合の役員のなり手が非常に不足していると。これを訴えている方が約半数ございました。それから、マンション居住者間、つまりマンション内のコミュニティがですね、あまり取れていないと。さらには地域とのつながりも非常に希薄になっているということが分かってまいりました。これは それから最後に、先ほども申し上げた管理組合との接点がつかめないマンションの存在があると。これが96件とございますけれども、このように分譲マンションの管理に特化した条例というのは全国でも初の試みでございます。この分譲マンションのに特化したというのは、一戸建てや賃貸マンションとはやはり異なる分譲マンションの特有の課題にきちんと対応していくということでございます。また長期修繕計画作成の義務化も今回行っております。この義務化したのは本区が初めてであるというふうに考えております。それから価値観や年齢、所得層が異なる区分所有者間の合意形成の円滑化につなげていくことも目的としているところでございます。第2に、規制法令と踏まえつつ豊島区の地域特性に対応ということで、居住の有無にかかわらず区分所有者の責任を明確化したということです。これは、先ほど申し上げたように徳島区のマンションにつきましては、分譲マンションにつきましては、その賃貸化が進んでいるということで、区分所有者がそこにお住みになっていなくても区分所有者の責任というのは発生するわけでございますので、こちらを明確化したということでございます。それから防犯対策、それから居住使用の禁止等の暴力団排除の取り組みにつきましても、本区は暴力団排除条例すでに施行されておりますので、こちらの方にとの整合を図っております。また居住者間、また地域とのコミュニティ形成、また町会に関する協議、こちらも集合住宅の例に合わせまして、既存のマンションにつきましても協議を行っていただくという形にしております。3点目でございますけれども、 3.11 を踏まえた防災対策の強化ということで、この防災に関する取り組みが非常に分譲マンション遅れているということもございまして、
今回防災用品の備蓄、あるいは定期的な防災訓練の実施、災害時要援護者の把握、またマンションごとに防災マニュアルを作成していただくと、あるいは平常時の連絡に加え災害時の緊急時に迅速に対応するために区分所有者、居住者等の名簿の作成、保管、あるいは区消防、警察への情報提供であるとか、こういったことも規定してございます。それから旧耐震基準マンションの耐震化につきましても努力規定ではございますけれども、耐震化に を促したいというふうに考えております。この本条例は第6章29条で構成される条例でございます。この条例の規定をですね、実効性のあるものにする必要があることから、マンション管理状況の届出を義務化という形にしてございます。主には義務規定の項目について市長に現状を届け出る制度を今回義務化してございます。で、罰則規定でございますけれども、区の指導要請勧告に従わない場合につきましてはマンション名の公表もということで罰則を設けているところでございます。第4回定例会でこの条例案につきまして議決をいただきましたら、この施行は来年平成25年の7月1日から施行したいというふうに考えております。1970年代以降、いわゆるマンションブームを経まして都市のライフスタイルが主流になっておりますけど、もう築40年経過しますと、かなりいろんな面で傷んできたり、いろんな建て替えとかいろんな問題が起きてくるのではないかな。特に東日本大震災以降は、耐震化も大きな、話題にもなっておりますし、また直下型地震、等々に対する先ほど話した区民の関心も大変強いというようなことで、今後ですね、数多くのマンションが、大規模修繕とか建て替えの問題に直面、していくことになるわけでございます。今ご説明したようにですね、特に個人所有者間の合意形成が大変難しいわけであります。また居住形態が入り組んでいる分譲マンションは、管理責任の所在が、不明確で、ございますし、実態もつかみにくいというような状況であります。こうした状態をそのままにしてですね、管理不全に陥るマンションが出てしまうような事態になるのではないかな。地域への悪影響も懸念されるため、豊島区としては積極的にマンション問題に関わっていきたいということで条例を視野に入れたわけでありまして、この全国初の分譲マンションに特化した条例は、今繰り返し申し上げるように、今後顕在化していくことが予想される都市のマンション問題にいち早く対応していく、大きなこれから社会問題になるのではないかな、そんなことを視野に入れて、いろいろ検討してきてきたわけであります。そして、マンション管理の問題は、いろいろ町会の問題とかいろいろお話しいたしましたけど、コミュニティの問題でもあるのではないかな。マンション問題だけではない、地域のこともですね、やっぱり考えていかなきゃいけない。災害時に備えた居住者名簿の作成、あるいは災害時要援護者の把握、これはなかなかつかめないんではありますけど、これらについてもですね、しっかりと対策を考えて、いわゆる孤独死対策にもつながっていくのではないかと、そういう大きな期待を込めての条例ではないかと思っているわけであります。またマンション管理状況の届出を義務化をいたしまして、一歩踏み込んで、罰則規定公表を盛り込んだ、規制強化が目的ではありません。届出によって実態を十分に把握して実効性のある支援策につなげていければなということが、今回私たちが
この、推進条例、マンション管理、豊島区のマンション管理推進条例に、踏み込んだ、いきさつであります。以上で、説明を終わらせていただきます。よく誤解されるんですが、これ町会加入を義務付けしているわけではありませんで、協議を行っていただくと、これまで既存のマンションではですね、全く町会との接点がなかったというのが多くてですね、この条例制定をきっかけにですね、地域の町会の方とですね、協議の場を設けたいと、これ加入するかしないかは別といたしまして、やはり接点を持つということが大事だというふうに考えておりまして、町会加入協議の義務化を行ったということでございます。もう私たちとしてはマンションも入っている方も町会にもぜひ、もう入ってもらわないといけないというそういう強い思いがございましたね。何としても強制とは言いませんけど、国にしてまたいろいろ震災対策をはじめ、やはりここに住んでいる限りはですね、マンションは別格だというような感じには取り扱いたくないという思いで、まあ、こういう形で進めているようになります。この長期修繕計画を現状に合わない形で持っていますと、修繕積立金というのはその修繕長期修繕計画に基づいて修繕積立金を積み立てていくことになるわけですね。では20年後に改修工事を行うとしたときに現状と合っておりませんので、修繕積立金では改修工事ができないと、こういう事態に陥ってしまうということになりますので、今回この長期修繕計画の作成については義務化をいたしました。で、作成適切な見直しですね、見直しにつきましても義務とさせていただいて、今回現状ある長期修繕計画をですね、今一度見直しをしていただきたいという趣旨でございます。